こんにちは。今回のテーマは、定めるでございます。安定不安定の定めるですよ。えー、このね、安定とか不安定ってどっからもたらされてるのかなーって考えてると、やっぱり自らがもたらしてるのかなっていうふうに考えた方がいいかなと思うんですよ。世の中が不安定っていうのはね、一つの見方であると思いますけども、じゃあ波乗りサーファーが安定した波の上をサーフィンしてるんですかと。 やっぱ不規則な波の上を乗りこなす不安定を乗りこなす技術を身につけてシャーッと進むんですよねまあローラースケートだってスケートボードだってまあ不安定なわけですよでもバランスを取りながら早くそしていろんなことを避けながらね鮮やかに進んでいくのかなと人生も仕事も収入も不安定だと思うんですよ本来安定しているって何ですかね 給料って安定してますかね給料が安定してるんだったらそれはそれで安定じゃないですか。でもなぜかね、毎月給料が自動的に振り込まれる人に限って将来が不安定って考えてると思うんですよ。いや、私は吉谷さんって不安定ですよ、かなり。<laughs> ね。収入が多そうに見えるでしょう。不安定だから、稼げる時に稼げるんですよ。で、何もしなければゼロなんで、ゼロってことはコストがかかってマイナスなんですよね。 あとね、ビジネスってやり続けないと勘が狂うんですよ。やっぱ勘っていうね言葉はあまり使いたくないんですけども、確かにね、ずーっとセールスしない人がいきなりセールスできるかって言ったら、うん、少し、いろいろと準備しなくちゃいけないですよね。でも、リズムのように、呼吸のように、毎日のようにビジネスしてる人って、やっぱそのね、逆に言うと安定感は出るんですよ。で、ビジネスしてる人のファン、視聴者さんっていうのは、 その人がセールスをすることをもうね織り込んでファンになってるからセールスについいいてね、ね。そこまでで強い嫌悪感ないんですよ、ね、だってネットビジネスをしてる人が情報発信するってことはいつかその人からセールスが来るってやっぱ分かるわけじゃないですかで十分納得するような理由とそれから魅力的な価格商品の品質それから信頼関係ってものがあるからどちらかというと買えなくて申し訳ありませんって気持ちになると思うんですよ 本当は欲しいんだけどちょっとお金の都合がとかね。そんな感じで、なんだセールスするのかこの人ってならないと思うんですよ。だからこれは、セールスをした時に人が嫌悪感にどくような、そんな不安定な市場づくりをしてないってことなんじゃないかなと思うんですよね。あとはやっぱりね、あの、どっかそうなりたいって思っていただけてるところがあるのかなと思うんですよね。うん、やっぱこう なんかね、情報発信していてそういうふうに暮らしていきたいですっていう風に言われることっていうのはたまにあると思うんですけども多分ね私もいろんな生き方を試してみたんですけどもサラリーマンやっても店舗の運営者やっても会社の経営者やっても、うん、様々な形で人を使ってみたり人に使われてみたりしましたけどもやっぱ行き着く先っていうのは一人でやることかなと。 一人でやるとものすごく自由度も高いしなんかそのね身内っていうかね一緒にビジネスする人ってなんか安心感と不安感と同時にあるんですよねうん例えばバランスが壊れて自分だけがなんかね売り上げ作ってんじゃないかとか会社作ってんじゃないかみたいに感じても相手のことをあんまりお荷物に思えちゃいますし逆に相手の人の成績がいいと 楽なんだけども、でもあいつ自分のことどう思ってんのかなってお荷物に感じてないかなっていうふうな不信感になってくるんですよね。でそれが上司とか部下とかの関係になってもなかなか気が抜けなかったりするんですよ。ねどっかで自分の悪口言ってんじゃなかろうかとかね。だって会社員として働いてる人って大体会社の悪口とか上司の悪口とか部下の悪口言うわけなんですよね。でストレスがたまるとか言ってるわけですよ。 なだか,かこうね会社に出勤してストレスがたまるっていうこの贅沢というかねだったらそんな会社行かなきゃいいのになぜかストレスがたまるところに行ってで一緒に働いてくださってる大切なメンバーのことを悪口言ってみたりとかねあいつのせいで自分が稼げないとか上司の見る目がないからあ自分はこんな地位に甘んじてるとかって思ってるわけじゃないですか全部自分のせいでこんなことになっちゃってすいませんなんて思わないんですよね申し訳ないんでもう いつ辞めても自分はいいですとかね一番しょぼいんで一番働きますとかなんないわけですよねむしろ社長部長社長や部長が帰んないから僕らいつまでたっても帰らないじゃないですかとかねどこ見てんだよと作業が終わったら終わりか,とか6時になったら終わりですか,か違うでしょ、ね、ビジネスをやっている以上経費以上に売り上げを立てて自分の人件費抜いても会社に利益を残せるから三方よしでありがとうございますお疲れ様でした 明日はもうちょっとまとままもにやりますんででお願いいしますすみたなな感じだと思うんですよ、うん、なんかね職場ってのが当たり前にあるんじゃなくって非常に貴重な機会を得てるとかねその職場に自分がいることによってその職場に入れなかった人がいるっていうこともね考えていかないといけないし、うん、やっぱりねあの誰かに受け入れてもらって今この立場にあるってことは本当ありがたいんですよね。うん、で逆に今度自分で事を起こそうと思ったらそれができないわけなんじゃないですかなかなか。 だから自分で一人でね稼げない人を稼こっちに来ていいよっていうふうに組織に入れてくれるってことはなんか本当ありがたいことなんですよねきっと。だって稼げない人一人で稼げない人を入れてあげて組織としては負担にしかならないわけですよね平たく見て。だから組織を不安定にする人を入れてくれてるんだからもう本当骨身を削って頑張りますって言わないといけないのにブラックだとかねあのパワハラだとか言うわけじゃないですか。 じゃあもういいですよ。何もしないでください。給料振り込みますからっていうのを求めてるんですかってことですよ。で逆に今度ね、腫れ物触りみたいに、いや、こいつになんかさ、指示出したら、いちいちパワハルとかなんか言うからさ、ストレス溜まったとか言うから、もういいよ。こいつは、出勤して帰るまで何もしなくていいから、給料を上げようよってことになったら、今度は、なんか何もやらせてもらってないんで、うん、これもなんかおかしいんじゃないですかみたいなね。仕事を全然与えてくれないんですよ。給料はもらってるけど、これじゃあ自分が出てる甲斐がありませんとか、にされてるみたいで嫌ですとか言って。結局は 誰が不安定を作ってるのかってことはまあ世の中の果ての果てを見ても自分しかいないってことなんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうか